さてと、これから何しようかなぁ。どうもゴキブリです。いやぁゴキブリ大事だぁ。おいおい、人間側はクソエイムで有名なあのタカチュウだぜ。こんな奴にやられたら一生の恥だな。大丈夫だ、あいつは弾を当てることを知らないからな。クソゴキブリどもめ殺されないからってピーチッパーチクへ言いやがって。へいへいどこ撃ってんだよ。クソすばしっこい奴めどこ行った。ここにはダットがあるから簡単に逃げ切ることができるぜ。タカチュウなんかにダットなんか使っちゃったらかわいそうだろ。そうだよ、ダットなんか当てにしちゃダメだよね。自己防衛。自分の身は自分で守らなくちゃ。ああもうマジでどこに行った。へっけー殺せるもんなら殺してみな。で、はタカチュウがアタッタしてるので、このゲームのルール説明をしたいと思います。このゲームは、ゴキブリシミュレーター。その名の通り、ゴキブリ側と人間側に分かれてするよ。で、こんな感じのゲーム前にやったことがある気が。まあそんなことはどうでもよくて、ゴキブリ側はまず始まるとこんな感じのめちゃくちゃ小さいゴキブリに変身します。ゴキブリ側の勝利条件は、まずマップにある35のスイッチの中から置けるスイッチが10個あって、そのうちの7個を押す。その後、このようなサークルが出るから、その中に入って5秒間いるごとに1ポイント。ゴキブリ側が10ポイント稼げたら勝ち、逆に人間側はそれを阻止するためにゴキブリを全滅させる。また、時間内に10ポイント稼げなかったら人間側の勝利だよ。説明ご苦労、いい感じの尺だー。わあこの野郎当ててきやがった。クソ弾幕中か。山田くんがやられたからかなり戦力が下がった。これは一人でもやられたら終わるぞ。こらこら出てこいよ、どこにいるんだー。マジかよ、グリーンくんまでやられちまったよ。さあどこだ。もう俺ら勝ち目ないからお前のところに行ってやるよ。マジかよ、どこどこ。ちょっと待ってて、今行くから。殺してやったよ。お前の死に場所だ。ちょっと待って、動かないでよ。行ってやると言っただけで殺されるなんて一度も言ってねえよ。ほらほら当ててみろよ。この始末、はてさてこの先どうなりますことやら。やっと当てた。長すぎるだろ。もう一回行くぞ。次はサゲ山くんが人間側だね。貴様を許すと思うか。一匹残らず生かしては解散ぞ。絶対に許さんぞ、虫けらども。じわじわとなぶれ殺してくれる。取りたいとも逃がさんぞ、覚悟しろ。オッケー、ボタン見つけたよ。こっちも見つけた。いいね、順調順調。ほらほらどこだ。やばい、頭がおかしい。サゲ山が来る。とりあえず私は2階を探索しておこう。ボタン見つけても出ないやつが多いからかなり大変なんだよね。しかも小さいから視野が狭い。どこだどこだ、早く出てこいよ。よし、もう一個のボタン発見。っていうかこれボタンの判定が小さいから押すのが大変なんだよ。さて2階にいるタカチュウを始末しに行こうかね。やばい、サゲ山くんが来た。大丈夫かよタカチュウ。頑張って隠れよう。あいつの間にか俺死んでんだけど。もうダメだ、おしまいだ。やべえよ、どうすればいい。おとなしく殺されに来るんだな。こっちも俺が抵抗する。じゃあ俺は来いよ。おい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 。どこに嫌がる。やばいよ、もう何もできないよ。ここからが本番よ。俺に勝てると思うか。見つけたぞ。こうしてお家の平和は守られたのであった。最後までご視聴ありがとう。チャンネル登録はこっち。他の動画も見てくれよ。じゃあまた次回の動画で。